どうも MP でーす。おはようございます。さあ皆さん、はいはい、今回このメンバーで行う企画は、はいはい、メンバー同士で高い評価をされているのは誰だ、格付けランキング。何それ。はい、事前に皆さんには、はい、テーマごとにランキングを決めてもらっています。はい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 、でメンバーの一人が親となって、はい、テーマに沿った格付けを発表してもらいます、はいはい、で残りのメンバーは相談して順番に並び、親が選んだ格付けランキングを予想して当てにいく。なるほど、はい、そういう、ね、企画になってます。まずあの最初の、ね、その親っていうのをこのボックスから決めていこうかなと思う、はい、はいはいはい、聞いちゃっていいですか。いいです、はい、いいですか、はい、じゃん。お、お、横原ゆき、お、横、横 P、 私ですね、はいはい、デレレン、お、あ、何だろう、だ、生まれ変わるならなりたいメンバーは、無事、いや、まあまあまあ、まあ、正直でもむずかった、これは。ああ、まあそうだよね、だって俺だもん本当は。まあ本当は俺の1位。まあでもね、そうだよね、だから基本はね、2位以降ってことになります、俺を含めたら。なるほどね、はい、もうそれは不動の1位ってことね。不動の1位が、そうだよな、はい、うん。俺が1位ってことは自分に近い人の方がいいんじゃない。ああ、なるほどね。あ、まあ確かにそれはありかもしれない。俺多分上じゃないと思うの。あの、俺めっちゃアウトドアだから、家にいられないから、サウナ行ったりとかずっと何か動いてたいから。ちなみにミナトは横とあの結構プライベートだったりとか一緒になんかこう行き来、うん、帰ったりとかしてるけど、こいつにはなりたくねえなって思われてると思うね、俺。なるほどね。何したんだ、お前。どうした。いや、ほら、俺結構その趣味とかあんまりないから。あ、そう、そういう意味では多分ね、はいはいはい、楽しみたい人じゃん、いろんな趣味を。はいはいはい、で、みんな思うところに一回行ってみる。確かに。うん、あ、オッケーオッケー。せーので。オッケーオッケー。はい、行きますよ。せーの。いや、俺マジこの辺な気がするんだよな。俺もこの辺な気がする。あー、3位が2人。これする？え、ミナトは？6位。6位か。いや、もう自信持てって。逆を考えれば、俺のこと確実に可愛いとは思ってるから、1位かもしれない、もしかしたら。1位俺なんだ。逆に1位俺なんだ、ごめん。1位俺なんだ、ごめんごめん。何なんだよ、それ。どうしよっか。いや、なんで3位かなって思ったの？え、まず、あまり外に出るタイプじゃない。うん。うん。じゃあ、ちょっと近いね。うん。うん、そして終わり？終わり終わり終わり。一つの理由で。すごくね。それ一本だけ。それだけで3位っていう基準もおもろいし。感覚よ、感覚全部。協力でこれ。そうなんだ。当てなきゃいけないから。あなたは？え、いやでもなんか可愛いとかよく言ってくれてたし。なるほどね。3位。何？じゃあ2、もう1位2位は確定でいいよね。まあ、そうなの？俺結構ボケで1位立ったぞ。なんなの？いやいや、わかんない。ごめん。変わるか。ああ、もう信じるわ。信じたい俺は。いや、ガチャもうちょい上じゃない？マジ？あー、突然来た。なりたくない理由がないもん。でも確かにガチャンか新ただったらガチャン新たな気がする。あー、確かにね。あー、楽まだ発表されてないから。まだ発表されてないから。先行が違う。落ち込むの早いわ。いいですか、じゃあちょっと。それで言ったら影6位かな。確かに6位ではないよな。うん、でも6位じゃない。まさかの。やだやだやだ。まさかの。いや、俺まだ言ってないから俺は。でも確かに例えば横って結構綺麗好きっていうかさ、整理整頓するじゃん。いや、そうね。割と新たって。するするする。しねえだろ。見たことないわ。あ、新た変わっとこう俺ら。オッケー、変わっとこう。もう絶対合ってるから。あ、ごめんな。元俊介。よーし、いいよいいよ。元俊介。だよな、だよな。ドンピシャ。マジか。はい、めっちゃ嬉しいな。理由は理由は。まあなんか趣味がちょっと近かったり、まあダンスも俺は好きだし、なんだろう、今のままの感じでもいけそうっていう。おお、ほら。まあ、確かにこの感じから1位って。もう一個褒められるというかさ、確かに、あるよね、そうだよね、今のモッティの結構最上級の褒め方だと思う。いや、確かに嬉しいもんだって。鈴木大我。おいおいおい、すごすごいよ。
おい、上がったマジか、いいね。なんでいいぞ、幸先いいぞ。でもガチャンってそれこそさっき言ってたけど、なりたくない理由がないみたいな感じじゃん。別に生まれ変わってもなんか不自由しなさそうというか、なんか、うん、そういう意味で、はいはい、これを引き継ぎしてもね。そう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 、これいけんじゃない？いけそう、思ったより。4位までは全然 なってもいいというか、その絶対なりたくないっていう感じではない。だから結構前向きな4位かも、これは。お、うん、これ来たんじゃない。第4位、はい、佐藤新太。うわっ、余計なことしたっしょ。余計なことしたって。佐藤新太です。直前まで4位だって。見て新太の顔、佐藤新太。うわー、余計なことしたか。ちょっと理由教えてください。まあ、本当にここはまた異質なんだけど、全く逆っていうか、本当に考えてることマジで分かんないし、うん、全然あれだから、逆になんか好奇心っていうか、なるほどね、どういう思考回路でこうなってんだろうみたいな、普段何してんだろうみたいな好奇心からなってみてもいいなと思いましたね、僕は。確かに、これからもよろしく。かわいいな。松井みなと。え？最初いたよね、こっち。最初5位にいたよね。言った通りだったんだ、やっぱり。理由だけ聞こう。まあ、本当言った通りで。ほら、趣味ないし、俺こいつの人生で楽しいと思える自信がない。おい、なんてことを言うんだ。おい、みなと、俺はだからこそ俺が一緒にいてあげてるんだよ。ああ、なるほどね。そうそうそう、なるほどね。そこに繋がってる。なるほどね。大丈夫、大丈夫。生まれ変わっても IMP だから。5位のことそんな励ましても、6位いるから。まだ下いるから。確かに。そっかそっか。自分かもしんないんだよ。マジか。え、どん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 。マジか。なんかもうここ座んのも恥ずかしいわ、なんか。大丈夫、大丈夫。さあ、横、残すところ1位と6位になりましたけど。1位と6位。はい。2人でしょ、俺らでしょ、2人でしょ、2人です。まあ1位を言ってあげるか。そうだな、うん、いたから。どうどう、自信2人。いやでも最初3位に行ったから、これ可能性ありそうな気もするけどね。あ、はいはいはい、俺3位までには絶対入ってると思ってたもん、うん、あーなるほどね、うん、自信があるんだ。自信はある。はいはいはい、ワッキーは。もう俺1位立ってましたから、ずっと。あーなるほどね。譲ってあげたんだもんな。譲っただけ。みなとが俺かもとか言うから。じゃあ、 まあお互いもう1位だと思う、はい、1位、6位になる理由はないから。あー、うん、第1位、影山拓也です。ほらねー。なんだよ。ほらねー。ちょ、誰ツンツンやめろ。ほらほら、理由ちょっと間違いに聞くわ、ね、ちょ、誰だるー。え、マジで喜んでんじゃねえか。あ、なんか6位になりそう、この感じ。いやいや、もうそうだね。オッケーオッケー、理由お願いします。理由ね、はい、まあ近いっていうのもあるし、なんか歌上手だし、なんかその俺が歌好きっていうのもあるし、ダンスも好きだし、うん、で、なんか意外と一緒にいないけど、なんか趣味とかゲームもやるし、確かにやるね。なんか多分入れ替わってもこのまんまのまま、うん、なんか普通に楽しんで、どっちも生きていけそうみたいな。なるほどなるほど、うん、こいつのろけてんだけど。で、あとモッティとリーダーに言えることは、その先輩とかから可愛がられるじゃん、うん、そういうなんかコミュニケーション能力って意味でも、ああなってみたいなって思いましたね。なるほどね、はい、嬉しいな嬉しいな。はい、まあいっか、6位はもうね。もう6位がいい、うん、そうだね、まあ、もう言うこともないですもん、うん。はい、あれすごい顔、すごい顔。虚無の顔してる。そういう顔してる。まあ理由は、まあなんだろう、もうそれこそサウナとかさ、お、まあ、結構なんだろう、活発じゃん。そう、そのプライベートもアクティブじゃん。アクティブだ。そういう意味では近いんだけど、一つも共感できない。そのやってることが。で、なんかさ待って、待って、俺も心の準備があるから。なんかよくしたね、今笑ったよね、すって。なんかその奥で笑ったよね。化粧水とかさ、なんかいろんなさ、こうなんかメイク用品とかさ、なんか変にこだわりあるじゃん。うわそうだ。なんで仲間になってんだよ。そうだってなんだよ。あー、素晴らしいね。
さあ、ヨコが選んだ生まれ変わるならなりたいメンバーランキング、はい、終わりました。あーイエーイ、すごいすごい、あ、そう、境界線えぐいね、そう、温度差すごいな、温度差えぐいね、なんか照明落ちてないですか、ね、暗い暗いね、照明タイプ、まあ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 、まだありますから、はいはいはい、じゃあ行きたい人、俺1位になったから行くわ。女性だったら付き合ってみたいメンバーは？はあ、最高の物件揃ってるじゃん、この この6人選びたい放題。俺ね、自信あるわこれ。え、3、2位までには入ってる。マジ？いや、なんかね、記憶ちょっと曖昧だけど、なんか生まれ変わるならその顔、この人になりたいみたいな雑誌の質問で、俺って言ってた気すんのよ。おお、確か。なるほどなるほど。大体第一印象から入るからね。そうそうそう、うん、だから俺より自信ある人がいれば俺全然1位は譲るけど。デズレどうどう、みんな。デズレ俺もでも、あ、でも、まあ、バッキー確かに。いやでも1位ではないと思う。でも影ってこういうなんかこう女性になったらじゃん、うん、だけど影の要素結構残すのよ、あ、女性の自分に対して、そう、あ、はい、普段なんかよくご飯行ってるつばくんとかもありえるかも。でも逆に、いや1位じゃない気すんだよな。ガチャン1位ない？あ、いや俺ね、ワンチャン1位の説あるかも。マジお前、なんでかっていうと笑いのツボが、あー、なるほどね、そういうことね。今までの YouTube とかも全部そうなんだけど、俺何にも言ってないのに言う前から笑ってる。なるほどね。でもあれじゃない、その笑わしたい側じゃない、どっちかっていうとマインド笑ってくれるみたいな、優しく、あ、そういう意味ではガチャンのがなんか俺1位かもしんない。なんでみんな1位なんだよ。いやだってこのマインドの感じで、まあ女性になるわけじゃん、うんうん、で俺ほら朝ごはん作ってもらった時さ、うん、なんか毎日作ってあげたいみたいな、あ、朝ごはん、でも守ってもらえる側の、確かにあるぞこれ。なるほどね、子犬系彼氏ってこと、あるぞ。あ、じゃちょっとみんなさん言うぞ、俺2位に、2位に、マジで。いや思い出した、でも朝ごはん作った時俺、あ、だからお前あれだ、そうだよ、しみるしみるしか言わなかった男だから。あ、ダメだ、やばい、それはやばい、確かにそれガチャンの意味だ。でもここだ、いやいやいや、お前自信持て。そうだよね、自信持つ、それは自信持っていいよね。いや待って、そうなってくる、俺も別に入ると思ってたんだよ。いやでも何言ってたんだよ、何言ってたんだよ、何言ってたんだよ、何、まだ一言も言ってないじゃん、もうその願望じゃん。いやなんか、あの一緒になんか泊まるなら誰がいいみたいな質問で新たって答えたような記憶が、あ、俺の中で言ってたわ。ってことは毎回回答バラバラってことじゃん。あ、あちょっと、あ、みんな俺で揉めんなって、そんな、いいよ、揉めんなって。あと行こう、一問ぐらい質問、確かに、あ、いいよ、じゃあ一問だけね、理想のね、理想の彼氏、理想の彼氏はやっぱ毎日で楽しい人かな、毎日。お前らどうしたどうした、ちいちゃんそんなつもりじゃなかったんだよ。おい、お、おい、よくお前どうして悩み出したんだよ。やっぱ明るめだよね、多分やっぱり、ね、確かになんか笑わせてくれる系だよね。だモッティバッキーあるな、あるあるある、モッティ1位じゃない、ちょっと俺バッキーに2位譲るわ、ちょっと格下げ、5位に、俺2位はいけるかもな、どんどん自信が入ってきた。5位にする、5位にする、6位から、6位だね。自信もうメンタル終わってるやん。松井みなと。え本当に、え本当に、やっぱ理由は、あの背高いし、あのスタイルいいから、そっちだ、一緒に終わった。聞いて聞いて聞いて、スタイル、終わっちゃう、スタイルいいから、あの一緒に街を歩きたい、ないって俺は、あ、うん、映えるね、そう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 、終わったな、これ私の彼氏ですって自慢したい。あー、なるほど、いいね、高身長だ、はいはいはい、はい、終わり、まだ発表されてない、そうだよ、大丈夫大丈夫大丈夫だから、大丈夫大丈夫、発射発射、煽んな煽んな、発射発射。鈴木大河。おお、やばい、やったか、いろいろやった、鈴木大河です。傷つく人が増えてってる。
上にいればいるだけ聞かされていくからね。理由はですね、やっぱり聞き上手、話が。ああそうだよね、やっぱそうだよね。なんかどんなことでも肯定してくれそうだし、うんうんうん、であとやっぱ声が落ち着くじゃない、うん、だから一緒に寝るときに耳元で「うすみ」って言ってもらいたい。何でわざわざ寝るときに耳元くんだよ。うすみうすみって言ってもらいたい。3位ですね。1個気づいたわ、思ったより女性おろしてるわ。思ったより影山拓也じゃない。なんか一緒にいて楽しいって言うから2人自信満々に来たのにさ、聞いてる話と違うよな、なんか。佐藤新太。あ、喜んでいいですか。喜んでいいですか。感謝しいですか。じゃあどっちの4位かね。ね、新太はね、やっぱ可愛いっていう目で見ちゃう。あ、はいはいはい。その男性というよりはなんかこっちがなんかしてあげたくなっちゃうから。あ、ね、そうそう、母性だ。そうそう、母性くすぐられるから4位かな。あ、なるほどなるほど、はいはい、です。この時点でもこの上位3人の誰かが傷つくから、3分の2はだって傷つくんでしょ。そうだよ。椿大河。はいはいはい、なんか残った残った残った、さらっと発表された。椿大河ですね。椿大河でした。先週5回ご飯行ったよ。いや、もうまさにそれが理由なんです。もう一緒に居すぎちゃうのよ、きっと。あー、はいはいはい、はい、だからなんかそうすることによって冷めてしまう、多分。怖いこと言ったね。なんか前から嫌われてんじゃないの。前もあったけど、長く付き合えないだろうなって。ああ、なるほどね、はいはい、だから5位にさせていただきます。悪くはないですよ、もちろん楽しいですよ。友達としてが一番いい、ね、そう、はい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 、ちなみに影山拓也本人として俺にはちょっと飽きてんの。いいね、そんな。いなきゃちょっと殴る、長さだな。6位が残ってますけども、俺と思っていいか。いや、俺ね、正直自信あるのよ。あります？あ、最初1位座ってたし。そうだね、確かに。でもなんか確かに一緒にいて楽しいとか、モッティもいけそうな雰囲気は出てるじゃん、結構。いやなんかな、だってさ、スタイルのこととかいい。初手でね、心折れた。このサイズ感で生きてきたのよ。いや、それもいいんだよ、それも。かわいい、かわいいサイズ感で。ドゥルル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 ル理由はまさにこういうことで、話がおもろい。だから毎日一緒にいて楽しい、飽きない。から一緒にバカもしてくれそうだし、で1位選ばせていただきました。やっぱり分かってる、分かってる、分かってる。毎日一緒にいて飽きない。俺毎日一緒にいて飽きる。毎日一緒に。実力不足だじゃん。実力不足だ普通に。はい。あ、そんなの実力不足とか人に言ってる場合じゃないから。それよりも社外だ。ちょっと失礼。おい。急にでかくなったな。ちるいちる。第6位は横原裕樹ですね。でこれはね、理由ありますちゃんと。でしょうね。イケメンすぎて恐れ多い。付き合えない、もう、ね、そう見てたい。あ、分かるね。そうそう、女性ってそれ絶対言うんだよね。なんかあるよね。そう女性おろすぎるでしょそれ。なんなの、めっちゃおろしてる。ちゃんとなりきるじゃん。そうそう、僕が、女性だったら付き合ってみたいメンバーの格付けランキングがこちらです。ありがとうございました。いや、温度差やばいって。待って、あれみんな5、6って必然的に悪くないですからね、決して。なんかちょっと冷房すぎてない。なんか俺今日2個通して6位と5位。1日だけ入れ替わってみたいメンバーは、おー、
一日か。まあだからさっきの生まれ変わりたいよりはちょっとラフに考えれるっていうのあるね。新たな何考えてるか分かんないな。ガチャも1位そうだけどな。いやでもこれ分かんないよ結構。新たな1位横原じゃね。嘘。いやなんかそんな感じする。理由はまずあの顔もかっこいいからっていう理由でなんか1位にしてそう。なんか単純な理由で。ヒント出すなよ顔で。でもなんかその考え方でなんか湊が1位ありそう。いや年が同い年だから。あ、そっか。なんかそんな変わんないんじゃないのかな。双子って言われてるし、似てるし。入れ替わってみたい気はちょっと俺はもうトラウマだから。ごめんな、うん、ごめんなお前。湊1日だから耐えれる。耐えれる耐えれるってなんです。これマジわかんない。わかんない。逆に俺1位だもん。だって新たがこのお題1日やったみたいな。あ、そうだよね。一番見えないから。あー、なるほどね。でも俺バッキーはビリだと思うわ、これも。不思議なこと言っていい？この椅子俺めっちゃフィットしてる。別に動くつもりないから今トーク回してるだけだって。バッキー6位はあるかも、まあ、固定かも。まあでも俺多分5位とかかな、そしたら。あー、みんなどこ行く？まあ、まあでも多分、まあ、1回行ってみようか、うん、俺もね、ちょっと自信ないんだけど。え、よ、俺結構いや、横はイケメンだから待ってみたいだと思う。絶対あると思う。プライベートとかさ、なんかそのさ、俺を縦に傷つかないよ。俺とりあえず上にしてみたいな。自分たち傷つかないようにみたいな。マジ？え、ガチャンもでもあるじゃん。まあ確かにな。でもあなたが俺のことどう思ってるかわかんないけど、多分その入れ替わったら自分のお世話をしないといけないっていう。あー、確かに。あ、入れ替わ、そっか、そっか、入れ替わるのか。そう俺になったらあなたのお世話をするわけでしょ。だから確かに入れ替わった先でもガチャンに面倒を見てもらいたいと思ってそうだもんね。確かになんかそう、そうなったら確かにちょっと変わってくるよね。変わってくるね。俺こっち行く可能性はない。あ、オッケーないか。確実に一回聞いてみたら、聞いてみただけだから。全然松井湊。そうなんだ。やばい、読み外れてるかも。読み外れてるわ。やばいわ。なんで？同い年だからないと思ってたわ。いや、やっぱ、なんだろうな、身長がやっぱスタイルが。やばい、スタイル忘れる。いや、さっき逆転したじゃん。大逆転したじゃん、さっき。そうだよ。そう全然。うわ、マジか。趣味が。あのないって言ってたじゃん、うん、なんか逆になんかのんびりできそうだな。あ、なるほどね。確かに新たには合ってそう。確かに。そう確かに。顔もさ、キルキルでさ、うん、アイドルフェイスって感じでなんか、なるほど、なんか憧れもある。いや、嬉しいな、うん、これ危ういな。これ俺1位だったかもな。今の聞いてどこがそう思った。なんで判断材料。ヒントあったスタイルだけやん。やばい。元田修介。おお、合ってるわ。合ってるわ。やった。いや、マジか。やっぱやばいな。いや、もうね、あの頭の回転がね、早い。わー、早いから。俺そういうのできないから、なんかできるよう、できる感覚をこう味わってるんですよ。あー、はい MC とかこうテキパキ回したりとか。なるほどね。はい、ってなってくるとよくありえる。ありえそうだ、ね、確かにな。いや、もうやだよ俺。まだ早いって。傷つく準備してるもん今。だから丸まってんの。そう、マジで。影山くん。おお、当たってる。当たってんじゃん。マジで怖っ、これ。当たってる。なんで。正直結構4位まではなりたい。やめてよそういうの。いいよ。なんかなりたいな。男らしくて、あの、がっちりしてて。なるほどね。なんだろうな。本当になんか少年漫画の主人公みたいな明るさ。確かにね。あ、はい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 。
とあと俺あんまり前髪上げないから。あーなるほどね。なんかこうセンター分けとかオールバックが似合う男に なんかなってみたいな。あーわかるわ。なるほどね。はい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 、っていう気持ち。はい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 、うん、結構美酒のこと言ってんな。え待って、え残ってんの誰だから。タイガ君残ってる。やばい。横原タイガ。ちょっとやばい。お前じゃん絶対。ちょっと防御室に入るわ。防御室。みんなの防御室これ。鈴木タイガ。ええー、怖っ。ええ怖いって。なんで。なんで本人より覚えてんの。本人のターンや、今タイガのターンだから。そうってない。見たことない顔してたけど。どうしたタイガ。タイガ見たことない顔してる。深呼吸深呼吸。こんな鳥居出してるの見たことないよ。え佐藤改めだけど一回座り直して、はいはいはい、え自分と関わらなきゃいけないのがだるい。あやっぱそうなんだ。予想合ってた、うん、予想合ってたね。なるほどね、面倒を見るのがってことか。そう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 、はい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 、自分と対面した時今日きつい普通に。あ予想まであってめっちゃきつい。なるほどね、その角度ね。そう考えるとちょっと上位にはできない。あなるほどね、やっぱその角度か。いやガチャンがどうとかっていうっていう感じじゃないよね。自分が申し訳ないみたいな。そうだね。いやいや全然いい、ね、まあ、まあまあ、まあでですよ。やばい、ね、この顔見慣れてきました。もうさ、マジでさ、なんかさ、俺とバッキーで遊んでない。遊んでないよね、絶対。なんかよこはらくんです。シュー。わー、シュー。あー、わー、ほらほらほら ね、 やったじゃん。やっぱそうだ、やっぱりだよ。うわー、嬉しい。あ、え、竹やっぱ企画面白くない。いや、なんかこの横原くんのちょっとサバサバしてる感じが、はいはいはい、なんかすごい生きやすそうだなって。あ、なるほど。それで別に生きやすいよ。楽しく生きてるよ。あと 俺めっちゃ顔薄いから、あのちょっと憧れがある、こういう。なるほど、ね、これね、美女かよ。ってるわとか。うるさいな。とかなんかいろいろさ、なんか悩み抱えてもこうバッとすぐ答えが出せる。確かにね、人、うん、そう、自分の中のこう理論がちゃんとこうできてる感じが。よく分かってる、新た。あ、声でけえな。よく分かってるよ。いいなって思った。あー、よかった。喜びで声でけえよ。うわー、嬉しい。ということで、さあ、ということで、リー、はい、殿堂入りです。殿堂入り、殿堂入り、殿堂入りですよ。いや、理由でしょ。理由大事だよ。まだわかんないから。ね、うん、はい、なんかお願いします。あんま汗かきたくない。はい、めちゃめちゃめちゃやばきつきつきつ。もうあんま汗かきたくない。完全にビジュアルいじられてる。うわー、いやー、こんな落ち込まないの。こんなね、もう画角からずれてないもん、それ。ランキングはみ出てんじゃないの。入ってないんじゃない。うん、大丈夫大丈夫。その励まされてるのがめっちゃきついから。大丈夫ってなんだよ。傷ついてる人が。え、バッキーはあのトータル順位何だったの。3回やったっけ。5位、6位、6位5位、6位、6位。もしこれがポイント制だったら俺17ポイントだから超強い。そのポイント制じゃないの。なんなら俺が1位になれるか企画やってほしいわ、もう。確かにそれやろ。何なら俺が1位になれるのか。